い、どうもこんにちは、たかしです。はい、今ですね、受験シーズンということで、まあいろいろ受験生大変な時期だと思うんですけれども、その受験生たちに少しでも自信を持って本番に臨んでいただければなと思って動画を撮っています。ちょっといつもと違って真面目にいきます。はい、僕自身の経験なんですけど、僕自身一応早稲田大学教育学部に2007年に入学させていただきまして、一応現役で、入学させていただきました。そうですね、予備校もずっと一番下のクラスで、学校もそんなに頭がいい学校ではなかったので、まあなんとか頑張ってくらいついたって感じでした。で、受験の試験本番がもう目の前に迫ってると思うんですよ。まあそんな時期に僕から何か言えることがあるかなと思って考えたんですけど、やっぱりまあ自信を持っていってほしいっていうことで、でまあなかなかね、自信なんてね、すぐまあある人はあるだろうけど、まあないっていう人はまあそれはね、そういう人もいるだろうし、僕が知ってる、自信のつけ方をお話しさせていただければなと思います。はい、まあ自信持ってけって言われてもね、まあ自信、どうすればいいんだろうって感じだと思うんですよ。で、今自信がないって人は、自分がやったもの、ここまでやってきた勉強だとかが、まあちょっと具体的に自分の頭の中でまだ分かってないんだと思うんですね。なので、今までやったテキスト、教科書、まあ単語帳とか全部集めて、一箇所にボンと置いてください、机の上とかで。でまあそれを眺めて、まあ、実践ペラペラめくってみて、まあ、確認とかはまあ今直前でやってると思うんだけど、いっぺんにそれを見るってことはあんまないから、まあ、それを見て、あ俺こんだけやったんだなってね、でまあ俺こんだけ頑張ってきたんだなっていう、まあ、自分を褒めてあげるっていうのがやっぱり自信につながるんですね。でまあそういったノートとかテキストとか、まあ、全部ひっくるめたで、自分が頑張ったっていう証がやっぱ当日本番の自信につながるから、まあ今もしそういった時間があるんだったら、まあ勉強する時間の方がまあ大事だけど、まあ、どうしても自信をつけたいっていう場合だったら、まあそれを見て、あ俺はこんだけやったんだな、じゃあ本番も頑張ろうって思ってもらえればいいかなと思います。まあ僕自身結構その本番近くの時は全部並べて、ああ俺こんなに全部やったんだな、じゃあちょっとこれは今頭の中にあるんだから本番もちょっと本気でやってやろうっていう、それが結局自信につながったんで、この直前の時期でも絶対にやれることがあると思うんで、確認にしろ、苦手を克服するにしろ、その証が絶対本番の自信につながってくるから、ね、ここまでやってきたんだから絶対できるよ。でまあそれでもダメだと、どうしても直前だけど集中できない、あーってなっちゃうという人は、まあ、次の方法をちょっと試してもらいたいんですけど、まあ正直これが効果あるかどうかちょっと何とも言えないんですけれど、まず椅子を2つ用意してください。まあ椅子ないなら座布団でもいいや、まあ座る場所で、僕ちょっと椅子ないんでここで立ちますけど、で今の自分とここにその椅子をもう一個用意したなら、その椅子に自分が成功したその大学や高校に受かった時の自分をもう本当にリアルに想像してください。まあ着ている服だとかで、どんな生活をしているだとか、よりリアルに、リアルであればリアルであるほど効果があるんで、うん、今ここに大学で成功した自分を置きますと、未来の自分です。受験して、その先の未来の自分、成功した時の自分を想像してください。で、想像したら、そこに自分が行ってください。今、想像した自分、もうリアルにいた自分のとこに自分が行く。で、その自分になりきって、過去の自分に忠告をしてください。忠告にしろ、アドバイスにしろ。もうここの高校に受かれば、こういった生活になる。でも今、頑張らなきゃ、こういった生活にはなれないよと、未来の自分になりきって過去の自分に話してあげる。で、できるだけ声に出して喋ってください。今こんだけ頑張れば絶対受かるし、で受かったら本当にいい友達もできて、で周りからも頑張ったねと言われて、絶対に頑張った方がいい思いをするから、だから今頑張れ、だからそうやって怠けてたら絶対にこういった生活にならないから、今頑張れみたいな感じで、何やってんだって思われるかもしれない。要はもう一人妄想ですよ。一人で未来の自分になって、その未来の自分から過去の自分に忠告をする。騙されたと思ってやってみてください。まあ、これ受験に限らず何か目指してる時に、まあ、ちょっといやダメだモチベーション上がんねえって時にやるとすごい効果があります。実際自分のこと分かったのって自分だから、本当に何がいけないとかどうしてできないとか本当は知ってんだよ自分って。知ってるんだけど、なんかそこを見ないようにして自分の意識の外に置いちゃってるんだよ。でもこれをやるとそれが一気に見えてきて、あ今俺は何をやってるんだ、これをやらなきゃいけないのに、どうして俺こんなことしてるんだっていう我に返った感じになるんですよ。なのでまあ既にもう自信あって大丈夫だ絶対っていう人は、まああとやれること自分で分かってると思うんで、それをやる。
でどうしてもそれもできないとちょっともうやる気もあんまないしみたいな、まあ、人はちょっとこれをやってみて未来の自分になってみて今の自分を見てどう思うかってことをちょっと一回やってみてください。はい、まあそんな感じで必ず自信がつけるかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、参考程度に、思っていただければなと思います。はい、でまあね、受験もうちょっとあと少しでもう終わり、それが終わればもう遊べます、させてくれた人たちのことを思ってまあ頑張ってくださいよ。でまあたとえね、まあ、ダメだったとしても、まあ、どんな結果でも挑んだなら絶対受け止められるから、けどあの本気で挑まなかったら、ベスト尽くさなかったら後で後悔する。本当にあの時俺勉強しとけばよかったなって正直大人になってから絶対思うから、まあダメでも正直人生は変わるかもしれない、分岐点だからね今が。けどね、人生は終わんないんですよ、それだけじゃ。受験に落ちたからってそこで終了かって違うんですよ。だからたとえ落ちても受かっても自分が本気で挑めば納得のいく人生は歩めるから、絶対にそこで本気を出さなかったことが一番後悔する。もう本当に今もうプレッシャーで胸が張り裂けそうって人もまあいると思うんですよ。そういう人はまあ受験がダメだったぐらいじゃ正直人生は終わらないっす。ああもう終わりだ人生みたいな、それにはならないでください。自分のことを責めずに過去の自分の行為を反省して自分の存在を責めることはしないでください。絶対にやれる。ではあと少し悔いのないように今からやれることを確実にこなして合格目指して頑張ってください。本当に心から応援します。はい、ではそんな感じで今日はちょっと真面目でしたけれども終わりにしたいと思います。また、いろんな動画ですね、上げていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ頑張ってください。高橋でした。頑張れ。登録ボタンを、そう、と、そう、登録ボタン、そう、うん、そう、登録と、そう、と、そう、登録ボタン、そう、登録と、うん、登録。